高崎市の郊外、美しい群馬の森に佇む群馬県立近代美術館。収蔵作品数およそ1800点を誇る県内最大の美術館です。立方体フレームが集まったかのようなシンプルでモダンなこの建物は、日本を代表する建築家磯崎新氏によるもの。2008年大規模な改修工事を経てリニューアルしました。群馬県立近代美術館では、さまざまな企画展や群馬ゆかりの美術、それから日本と西洋の近現代美術などのコレクションを7つの展示室でご紹介しております。数年前に行われました改修工事では、こちらの展示室の一部を壁や床、それから照明システムなど改修を行いまして、より快適に作品をご覧いただける空間となっております。大きな空間を3つの部屋で構成し、時代やテーマによる企画展などを紹介する展示室1のほか、ハイサイドからの自然光を取り入れた開放的なスペースや、主に日本画や書などを紹介する和の空間など、多彩な作品や目的に合わせた展示施設が充実しています。また館内には個性的なグッズが揃うミュージアムショップや、親子で利用できる絵本コーナー、明るい日差しが差し込むレストランなどもあり、来館者のオアシスとなっています。展示に加えまして、サンデーギャラリートークや子どもアートツアーなど、子どもさんから大人の方まで、皆さんでお楽しみいただけるイベントも開催しておりますので、ぜひそちらもご利用いただきたいと思います。